八代目、市村うざ衛門とは、江戸時代中期の歌舞伎役者。また、市村座の座元。野号は菊屋、拝名は加工。加古立花中安。芝居茶屋主人菊屋、全米の三男として、江戸に生まれる。母が五代目、市村うざ衛門の姉だったことから、元禄十六年、父を後見人として五歳で四代目、市村竹之城を襲名し、市村座の座元となる。 初舞台はそれから2年後の宝永2年正月興行、万歳田村丸の天童寺だった。その後、座元と役者お金江戸の芝居に重きをなすようになる。原文2年、将軍家の若君、竹千代の名をはばかって八代目、市村宇左衛門を襲名。寛猿元年さらに名を、宇左衛門と改めた。以後市村座の座元は、宇左衛門の名を代々名乗る。 座元を60年間務める傍ら、舞台でも、和歌手、小山、実次、仇役など幅広い役柄をこなした。ここに9代目、市村宇ざえもん、3代目、坂東彦三郎がいる。墓所は、東京都江戸川区の大雲寺だが、他に、江東区の自称院にも、供養等がある。なお、8代目宇ざえもゆかりの名所として、蘇我御霊社、笹葛親戚放電がある。 春の江戸の芝居に必ず取り上げられた、蘇我物の人物蘇我兄弟を供養するため、八代目が駒込富士神社に寄進したものである。ありがとうございます。